なんか2025大阪・関西万博のロゴが物議を醸してるようだね。これは2025年に開催される予定の日本国際博覧会大阪・関西万博のロゴマークなんだけど、どうも5894作品の中から最終候補で5点が残ってたようで、その中で昨日最優秀作品が発表されたようなんだよ。何がどう物議を醸してるのかというと、まずその決定したロゴを見てみて。みんなはこれ見てどう思う？なんかダサいというか怖いというか常軌を逸してない。これが万博のロゴマークだよ。命の輝きがテーマになっているらしいんだけど、このデザインってアメーバを意識したのかな。ゆるパンダは正直ありえないと思う。だってこんなデザインだとどう考えても世界から失笑を食らうのは間違いなくない？案の定ネットでも様々な声が上がってて、まるで合体に失敗したキャラメルコーンのようだ。どうしてこれだけはないっていうデザインが選ばれてるんだ。わら、気持ち悪いな、このロゴ。割と好きなデザインだなこれ。なんか気も可愛い系の愛嬌がある。でも人食ってそう。これだけ話題になって大成功だろ。久々に炎上商法の正しいやり方を見た。キモいけど大阪らしくていいな。ツイッターで見かけた目玉ついてる蝶ってコメントがしっくりきた。根本に愛を感じない。釣り餌の赤虫みたい嫌で、などの批判の声と称賛の声が入り混じり、賛否両論のようなんだよ。確かにインパクトはあるよね。斬新だし話題性もある。しかしこれが一万博のロゴとなると違和感があるんだよね。まあこれをデザインしたデザイナーはこれまでのロゴマークの固定概念を崩すことを目指したのかもしれないけど、ゆるパンダ的にはダサいし印象が悪いかな。まあ人によっては意見が分かれるとは思うけど、とにかくこのロゴにより2025大阪・関西万博は広く知れ渡ったと思うから、2025大阪・関西万博ぜひとも成功させてくださいね。しかしやっぱりグロい。